駐車場もいっぱいいっぱいですね。でかいです。これは車を購入するときにつけたリアスポイラーです。ここがメッキになってます。基本的に黒。ここに水はたまんないです。流れますね。うまく設計されてます。結構気に入ってます。あんまりこのリアスポイラーつけてる人はいないですけど、ディーラーの人も初めてって言ってました。ママがかっこいいですよね。で、これ傷防止にこのプロテクターもつけましたと。あとこの中にですね、ダンパーがフロントとリアにそれぞれセットで入ってます。あれが結構高かったですね。こう立体的になってます。ここもこう立体的になってるんですね。洗車するときになって初めて結構複雑な形してるなって感じます。ほら、すごいラインです。ちょっと後ろに行くにつれて上がってます。でこの車はね、バージョン L なのでこのグリルがついてます。僕はこのグリルが気に入ってます。結構ね、ここら辺複雑な形してるんですよ。すごい形しますよね。こんなんですよ。すごい、いろんなとこにラインが入ってる。っていうんですかね、ガンダムみたいですよね。ここ、ハイブリッド専用の青いエンブレムです。ここはね、一回ヘッドライト磨きで磨きました。定期的に磨こうと思います。このね、メッキがね、結構いい品質っていうんですかね、普通のメッキじゃないですね。なんか重厚感ある感じです。ダイヤは3本新品に変わってます。ブリヂストン、デューラー HL33A で、1本だけ東洋タイヤ。これはもともとついてたタイヤのようです。まあ、何かのタイミングでこのタイヤだけパンクかなんかして交換したんですかね。なのでこのタイヤ以外は新品のタイヤが、ブリヂストンのタイヤがついてます。ただこのタイヤ、東洋タイヤ、結構山がまだまだ残っているので、
まあ、このままいけるっちゃいけますね。あとこのメッキガード、これもつけました。あとは、このサンバイザーもつけました。そのくらいかな。このリアスポイラーは後期型からの設計になります。僕の車は前期なので、こんな感じで後付けでつけることしかできないです。まあ、最初ディーラーの人もつくのか心配してましたけど、まあ、やってみてバッチリついたんで良かったです。さあ、来月点検なんで、まあ、早くももう点検なんですけど、まあ、オイル交換くらいしかやることないんですけど、まあ、次また何かつけようかなと模索してます。まあ、この車にはすごく長く乗るんで、まあやっぱりフロントバンパーのリップスポイラー系ですかね。ちょっとここ場所が暗いんで見にくいんですけど、内装もすごく豪華です。 RX の 300RX300 ですね。もうフル装備ついてるって感じですよね。最初ここにスイッチがあるの最初気づきませんでした。